どうしました？またですか。もう子供じゃないんだから、一人でも眠れるようにならないとダメですよ。ほら、一緒に寝るんだったら早くベッドに入ってください。なんで嬉しそうにしてるんですか？まったく。ごめんなさいって？それじゃあ僕がいじめてるみたいじゃないですか。こういう時は「ありがとう」って言っておけばいいんですよ。ごめんなさいって言っておきながら全力でグーついてくれようとするのも矛盾していませんか？全然反省してるように見えないんですけど、さっきの言葉はやっぱり撤回します。ごめんなさいって謝ってください。あと10回ごめんなさいしたらグーついてもいいんですよ。本当にやるんですね、ドン引きです。まあドン引きですけど、約束なので、ほらおいで。おいでって言われてそんなに嬉しそうにするのも犬みたいですね。ワンって3回言ったら頭撫でてあげますよ。何のためらいもなくやるんですね。じゃあ、ボニーはみんなもに嬉しそうですね。人として恥ずかしくないんですか？なあ、僕は人よりも犬の方が好きなので、ちょうどいいかもしれませんね。これからも僕の犬として静けてあげましょうか。冗談です。嬉しそうにしないでください。ほら、もう寝ますよ。くうついたまま寝てもいいんですけど、よだれるマーキンしないでくださいね。おやすみなさい。